サムさん、この種類の文法問題2題いってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。トミさん、下線もちょっと引っ張ってみましたが、ブロートアップですよね。まあ、受動態になっておりますが、ブリングアップという意味の熟語を知ってるかどうかを試す問題ですね。トミさん、もちろん育てるということでございますので、あの欄、経営するとか、胃のインヘリと相続する。それは皆さん違いますよね。テレさん、宇野テイ君連れて行かれるわけでもないので、選択肢の A が正解ですよね。皆さん、文末、レイズド育てられましたということで、ブリングアップの熟語バチです。さあ皆さん、続いての問題、よろしくお願いいたします。テレさん、これはランアウト部という熟語を知ってるかどうか試す問題ですね。テレスはもちろんランアウト部と言われたら、不足するという意味ですね。ですから皆さん、備品が不足してしまうかもしれないと言ってるだけなので、例えば届く届かないとか、売るという話は関係なさそうですね。で、もちろん、ウのオーダー、注文という話でもございませんので、選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。テミさん、絵のところでございますが、もちろん、ノットとレフトで残らないかもしれないということですね。備品が残らないかもしれないということは、皆さん、不足しているというところにつながっていきますね。さあ、皆さん、ラスト2題でございます。まず、この問いの25番考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、この A の方ですが、to stop someone from continuing what they are doing ということで、自分たちがやってることをですね、続けるのをやめさせる話ですね。それで皆さん、いけそうですね。ですから、正解は、イノディスターブですよね。これで皆さん、try not to disturb the baby ということで、赤ちゃんを邪魔しないようにするんですよね。ですから皆さん、やめさせる話とつながっていきます。で、皆さん、続いて26番、お願いします。で、皆さん、A の方は、トゥルースと書いていますから、真実ですね。で、皆さん、ジェニュイン、本物でございます。これ、皆さん、一番近いものは、どれでしょう？もちろん、正解は、A ですよね。sincerely ということで、誠実にということで、問題ないかと思います。ですから、皆さん、誠実に、サンク、感謝を述べているということで、バッチリです。サムさん、お疲れ様でございました。近畿大学ですね、皆さん、第4問目が熟語、そして第5問目が単語の問題というところで問題ないかと思います。で、私が今更言うのも何なんですが、皆さん、単語集は頑張っていただいているかと思いますが、皆さん、熟語集は1冊頑張ってますか？というところですね。皆さん、文法の問題集なんかに熟語は載ってるかと思いますが、ちょっとさすがにそれだけでは足りない感じがしますので、やはりしっかり熟語集なるものをですね、一冊頑張っていただけると十分合格点は取れるかと思いますからね。ですので、頑張ってください。